はいどうも皆さんはじめましての方もはじめましてゃない方も改造亮太ですあの今回ですねこの沖縄に行った時にあの自然こんな感じで自然を、えー、残そうと思って動画を回してたんですけれどもなんとその動画を回してるその機械からですね音が入っていないというもうこれなんか前もあったんですけどこの音が入っていない状態でちょっと保存されちゃったもんで今回はですねこの アフレコ形式と言いますかもう僕も今記憶に残っている思い出をほじくり返しながら皆さんにこの自然のエピソードをお話ししていけたらなというふうに思っておりますというわけで先日ですね沖縄の方に行ってまいりましてこのような感じで自然の中を歩いてきましたあのね当日はですごく天気が良くてめちゃくちゃ暑かったんですけれどもこの 見てください。この、もう、森がさ、もりもりしてるでしょ。この、自然がさ、もうほんと生き生きしてる、この沖縄の植物に囲まれたこの道はですね、めちゃくちゃ涼しかったんです。で、これがね、なんか、福木の木とかいう木らしくて、なんかこう、すごくね、あの、大きな木でした。はい。 でそ中やっぱり沖縄の日差しっていうのはもう本当に他の県とは違ってですねもうえげつないぐらい日差しが強かったので普段はは、ね、サングラスなんてしないんですけれどもあの今回はサングラスをしてそして冒険家のような、えー、帽子をかぶりながらとこ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 歩いていたわけでございますで当日は僕一人ではなかったのであのコ,ーディネーーコーディネーターさんの方とこうやって歩きながらね喋りながら えー、撮ってたんですけれれどもこれね時間的にはね朝の9時とかだったかな、うん、あ今、多分ねなんか黒いね蝶々みたいなのがね目の前を多分通り過ぎ去ったんだと思います。あのーね、ご存知の方も多いと思いますが、僕、ちょっと森が森がというか、動物、うん、違う昆虫だ昆虫がねちょっと若干、あのー、苦手のフラグが入っておりますのであの昆虫を見かけるので若干ビクビクしながらという感じではい。 ね、この、あのー、サングラスね、上外せるんですパッカーっつって。ね、外せるよーって言ってやりましたね。ごめんなさいね、全然自然を見せるつもりがね、ずっと僕のね、下アングル、下からのアングルしか見せてないですね。申し訳ないです。でもね、いろいろコーディネーターさんがですね、こ,うこの植物はこういうこうで、 この道はこうで、こうで、みたいな話をね、ずっとね、していただいてるんですよ。ありがたいですね。でそういう話も聞きつつ、朝の澄んだ空気を吸いつつ、この暖かい日差しに囲まれながら、テクテク歩いてるわけでございます。でね、ここが、あの、本当に、こう、街灯とかがないので、今はね、当然明るい。なんでこっち見てんだろう。青だって。イェーイ。ね、なんか喋ってますけど、このそ,うそうそう。あの、ここ、街灯がね、ないもんで、 ほらすっごいお空が綺麗だよねってもう森もすごくてちょっとこう天井低かったここ,ここ結構頭抱えながら歩きましたけれども街灯がないのでもう夕方5時ぐらいになるとですもう結構真っ暗でもうね迷子になっちゃうぐらい暗い道なんですよだから現地の人たちも,もう夜になったら出歩かないと、うん、日中太陽が上がったと同時にこう行動して太陽が沈む頃にはもう家に帰るみたいな 生活らしくてですねあのこの時間帯の時も結構観光客の方もねちらほらおられまして、まあ、現地の方もいらっしゃったんですけれどもね,でね現地の方はやっぱりね日焼けをすごいしててもうね真っ黒健康的なお肌でございましてあの当日ね、ね僕、会う人会う人にねなんか色白いね色白いねって言われて、ね、僕、そんなに色白っていう認識はないんですけれどもやっぱ沖縄に来るともうこの色は色白だと。 認定されてししままいましたというわけで、どうですかこの自然豊かな。あ、これね、多分ね、マネージャーさんがね、りょうたくん、りょうたくんって、りょうたくんなんて言わないんだけど、ここにヤドカリがおるよみたいな。ねえ、僕が昆虫が苦手ということ、まあ、昆虫生命苦手ということを知っててなおかうてね、呼び止めてね、呼ぶんですよ。で、僕は恐ろ恐ろこうやって近づいてさ、これ、飛びついてこないですよね、みたいな。 話をしたのを覚えております。でももう急いで逃げた。こうやって。怖いよ。っ,って。怖いよ。なんでなんで教えるんだよみたいな。ね話をしていて。で、ここが本当に結構ね、歩いてるんですけれども、もうすでに方向感覚を若干見失ってます。僕は。あれこれ、どこから来たんでしたっけみたいな。なんかね、別にその目印になるものもないんだよね。とにかく森なの。とにかく木々がこう生えてるから、 なんかさ、こう、自分のね、住んでる地域とかとかだと、まあ、建物とか看板とかがさあったりとかするから、ちょっと目印になるじゃないですか。こう、とにかく、とにかく、もう一面、この、副木の木、副木ロードというんですかね、もう生えてるので、もうね、案内されてても、なんか途中でわかんなくなっちゃうくらい。で、ここ、これこれ。これがですね、なんかね、樹齢、すっごいやつ。<laughs> ごめんなさい。 雑だなとにかくこの木がすごい立派でご立派でなんかもう本当になんか枝が生えるしなんかもう幹もすごいんだよみたいな話をねしていただいてなんか僕も人間はこんな感じになりたいなって話をしてましたでその話をしてたらほら見てエコちゃんがね2人いるんですバイバイってやってる2人もいるんですでちょっとねこのお部屋を えー、僕が泊まったお部屋とは違うんですけれども違うお部屋をねちょっと案内していただいたんですよこれ玄関ですねなんか玄関入って靴を脱ぐとなんとこドドンと大きなソファーそして、えー、大きなテーブルねが入っておりましてもうとにかくねもうこれも34人5人ぐらいでもゆっくりできるような場所でねすごい広いんですよでこっちは寝室ですよ、まあ、寝室もゆっくりできる ねえ、これ、気持ちよさそうなお布団でしょ、これ。で、反対側、ほら、洗面台、ここもね、2つありますから、2つあれば、喧嘩しないということでね。この目の前には、この大理石かな大理石か分かりませんけれども、のこの石畳のお風呂、この沸かしてもゆっくり入れると、ねいいですよね。この沖縄に来てね、お風呂にゆっくり入るっていうの、なんと贅沢なくな。こう天井がね、あのヒノキがね、こう、 打ってありますので,でこ,れこれがですねあのちょだったかなランタンだったかななんかであの車両つですよねっていう話ですベトナムかなんかのでしたねさあ引き続きあの福木の木をこ歩いていたんですけれどもでも本当にだんだん日差しがね強くなってきてやばい暑いみたいなすごいねこの木漏れ日がねひら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 ってでここで見てください福木の木を抜けた先そう沖縄の オーシャン !Yes! オーシャンですもう本当に綺麗で、もうね、海っていうのはこういうものなんだと思って、もう本当になんかこう水道水かなって思うぐらいの透明度。でちょうどこれ、引き塩っていうんですかああそうですよね。これちょっと、ちょっとこう海水がちょ,っとちょっと遠慮気味になってこうね、バックに下がってるんですけれども、満潮とかになると結構こう、 あの手前の方までガガガッと来るらしくてですね。ねえ、こうやって歩いてまして、こういろんな観光客の方もいらしてね。観光客の方もね、やっぱね、あのー、色が黒い方多かったですけれどもね。はい。でえ、ちょっとね、一気に場所をね、飛びまして、今ね、とある場所にね、あの向かってるんです。ね、この段差でね、ほんと結まずきそうになる巨人でございますけれども、着いたっぽいですね。はい。これが、えー、ハートロック。 というもので、まあ、この岩ですねこの奥にある、ね、すいませんほとんど画角が僕なんで申し訳ないんですけどこの奥の岩がハートの形になってるからなんかなんていうのは幸せのスポットみたいなハッピースポットっていうんですかなんかそんな感じであの観光客の方も結構来られてるとでここのねあの海辺も本当に綺麗で砂浜も綺麗で これねギギリギリ今、ギリギリ攻めてます。水に濡れるか濡れないかぐらいのところ、すごい攻めててで。いろいろな話を聞いてるんですけど、この時もとにかく暑くて、でさっきと違って、あの日差し、日焼けになるものが全くないので、直射日光、もう、大詫びみたいな感じですね。すごくないですかこのほら地球はやっぱり丸いんだって感じちゃうぐらいのこの地平線。 どこまでも続く、どこまでもってやつですね。限りなく続いてる沖縄の地平線上みたいな。本当に綺麗で、この海の、ね、波打ち際もね、やっぱこの砂浜もあの砂が細かいもんで、あのね、やっぱね、音が綺麗なんですよね。そのザッバーンとかじゃなくて、なんかさあ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 、さあ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 みたいな。 感じでねとにかく、うわ、すごい。これ、夕方に来たらもっとエモいんだろうなーと思いながらあの撮ってました。なんせ、この時めちゃくちゃ暑くて。で、ちょっとこれ番外編なんですけれども、途中でね、お店に寄りまして、えー、ここのお店のねかき氷を食べたんです。まさか5月にかき氷を食べるとは思わなかったんですけれども、でも、本当に暑かったので、ちょっと,とあの食べて正解だったなっ。これがなんか、ゲット っていうそのの沖縄の植物なのかななんかすごくいい匂いがするというか、まあ、僕ちょっとスキンケアオタクでございますからこのゲットっていうのはですねあの実は肌を沈静させてくれたりとか熱を下げるみたいな,なんかそういう効果がある、まあ、植物なんですがそのゲットを使ったきかき氷ということであのとにかく美味しかったですねこれ。 でまあねもちろんそのこのソース緑色のソースも美味しいんですけれども上のですねこの小豆がですねとにかく豆がほんと黒豆かなってぐらい大きくてでもそれも美味しかったしその横にあるこのわらび餅みたいなのも,もう本当に美味しくてそのわらび餅が黒糖になんかこう使ってるんですけどそのもう黒糖がまあ超美味しいねだって黒糖ってほら 沖縄のささとうきびからできるわけでしょもううんまっと見ながらひたすらねただねこうちょっと崩れやすいかなと思ってすごく食べる時は真剣何かおいしいっていう表情を一切してないですけれども心の中ではもうおいしすぎるどうしよう,うわあみたいなっていう感情なんですよただこう崩しちゃいけない崩しちゃいけないっていうこの恐る恐る取ってるところでちょっと顔が真顔になってるだけなんでねはいあ今黒糖のわらび餅食べました もう今頭の中では、あ、やばい。これ、おいしすぎるかもしれない。はあ、リピート確定だ。やばい。どうしよう。話したいけど、目の前に誰もいない。みたいな感じで、ひたすらね、人様の目を気にしながら食ってますね。はい。やっぱね、巨人はね、何をしてもね、なんかね、こうね、やっぱ、動作が大きいんでね、なんかね、目立つんですよね。それが申し訳ないなと思って、っ食べてますね。ほんとに。 でこれねあぜひぜひ、あのー、来年も食べたいなって来年どころかすぐ食べたいなと思っちゃいました。ねうん、というわけでですね今回はですねあのアフレコという形でちょっと沖縄の自然、うん、この福木の森、えー、そして沖縄のこの美しい海をちょっと皆さんにね見ていただきましたけれどもいかがでしたでしょうか、あのー、本当だったらね映像がね、あのー、本当にね 海の音もそうだし森の中にいる時のその鳥のチュンチュンピヨピヨナあナあみたいなそういうなんか音も本当に気持ちよくてその都会の喧騒を忘れてこういうことかというか心がとにかくあのヒーリングもうヒールヒールヒールでもうなんかもう本当にもう癒されされまくりましたので。 ぜひあの沖縄ねあの、行かれる際とかはこういうね、自然の音に耳を傾けるっていうのもやってみてはいかがでしょうか。はいというわけで、あの今日もね最後まで見ていただきましてありがとうございました。あのよかったらチャンネル登録え、いいねボタン、そしてコメントもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。けれどもあの 本業はシンガーでございますから、えー、これから YouTube でもね、いろんな歌をお届けしていきたいと思いますし、今はですね、毎週、毎週じゃない、毎週配信リリースもしておりますので、ぜひそちらの方のチェックもよろしくお願いいたします。以上、海蔵良太でした。バイバーイ